デニス・アリーベクは、ルーマニア・コンスタンツ家・マンガリア出身の、同国代表サッカー選手。カイセリス・ポル所属の FW。2009年7月、リーガ1の FC ・ファルル・コンスタンツからセリエ A の、インテルナチオナ・ナツヨナーレ・ミラのに移籍。2010年5月19日、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10、決勝の全哨戦として行われた、インテル U-18 体。 FC バイエルンミュンーン編入 -18 の試合では、前後半に、それぞれ1点ずつを決め、チームを2から0の勝利に導いた。セリエ A におけるデビューは2010年11月21日の AC キエーボベローナ戦。後半途中から、ジョナタン・ビア・ビアニーに代わって、ピッチに立った。2011年8月24日、ジュピラープロリーグのキロボルト・メヘレンへ1年間の、 レンタル遺跡が発表された。2012年3月からは、母国の FC ビトルル・コンスタンツァへのレンタルで経験を積む。2013から14シーズンは再び、イタリアへ戻り、レンタル先のボローニャ FC でプレーした。2014年1月、D が1の AFC アストラジュルジュに遺跡した。2015年8月16日、FC ボルンタリ戦で、 アストラのリーガ1でのクラブ通算500ゴール目となる記念ゴールを決めた。2018年7月27日、3年契約でアストラへ復帰することが発表された。2020年10月2日、カイセリスポルへ移籍した。ありがとうございます。